年末。年末。まあ、最高じゃねえかよ。最高最高じゃん。最高。最高。熱いの行きまーす。やけどしまーす。あ、え、あ、そういう感じ？何？どういう感じ？え、持ってるわけじゃないの？持ってるわけじゃない。こうやってやるの？そうそうそう。それがいいかなと思って。あ、はーい。逆に。じゃあ、いただきます。いただきまーす。最高。俺、お箸とか全然用意しなかった。あ、いい、いい。今日は、うん。ソーセージ。ソーセージ。アクアパスタ。アクアパスタ。なんだっけ？なんて言うんだっけ？テリーヌ。テリーヌ。テリーヌ。生ハム。バゲット。レバーペーストでお送りいたします。お送りいたします。久々になんか、こういうなんか洋食チックなのを作ってね。嬉しいよ。うん。よし。ちょっと、食べてみて。うん。骨あるから気をつけてね。どれが？タイ。あ、タイがね。はいはい。タイのアクアパッドだから。いい？うん、いいよ。いただきます。うちめんどくさいな、骨。え？骨めんどくさい。え？これお店で、え？お店で、ね、もううるさいよ。すぐ飛ばすぞ。もう飛んでるって。これお店で？お店でさ、アクアパッタした時はさ、す、うん、るところはさ、うん、骨抜いてるのかな？優しいところは抜いてると思うけど。じゃあ、あの、一応優しくない。うんうんうん。っていうことでしょうか。そうよ。そうなんだ。そうよ。食べよう。うん。いただきます。いただきます。おせちうまいわ、これ。うん。あ、おいしい。あ、どう？うん。あ、おいしい。あー、よかった。うん。よかった、よかった。あ、うまい。うん。え、骨とかなくね？まあ、場所によるよ。うん。全然、まあまあ気をつけないといけない。うんうん、気をつけて。あ、あります。ごめんなさい。うん。全然ありました。うん。あ、うん。出汁がね。うん。魚介の出汁がすごい。うん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 。そしてキノコがうまい。うん。ソーセージ。うん。うんうん。タイめちゃくちゃうまくね？うん、美味しい。うん。美味しい、美味しい。いや、上手にできた。うん。しょちゃん、レバーペーストか。うん。自分で作りました。そうなの。レバーから。手作り。うん。何でもできちゃうから。何でもできちゃうから、実は。うん。うん。ちゃんとレシピがあって、この話、ね。そう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 。レシピと食材があれば。うんうん。でも、簡単だよね、これね。簡単。うん。うん、美味しい。しょうちゃんはね、レバーペースト食べれるからね、俺食べれないから。うんうん。すんごい大量に作ったけど。うん。全部。うん。俺も。うん。うん。美味しい。骨があって。うん。気をつけて気をつけて。しょうちゃんのって言えなかった。うんうん。いや、うまいわ。な、骨気をつけて。うん。俺はもうあれ、サワークリームで生ハムで食うから。うんうん。いやー。あー。これはうまい。うん。いや、もう年末だね。年末ですね。もう終わるよ、今年。はいや。うん。毎年言ってるけど、はいや。早いよね。うん。なんか全然、去年の今頃のこととかも全然覚えてるもん。覚えてる？覚えてる。俺逆に全然覚えてないんだけど。何覚えてんの？え？何覚えてんの？すごい嫌そうな顔しちゃった。ね、もう、何？何覚えてるのって言ってんの。え、そう言われたら覚えてないんだけど。何？どうしたの餅。早くない？僕まだ一口ぐらいしか食ってないのよ、あんた。うん。いや、餅丸もほら、カメラで映りたいの。撮り始めたらさ、うん、泣くの何なの、あなた。もう分かってんじゃん。何が？私の見せ場だっていう。うんうん。楽しそうなことやってんな。私が登場しなきゃ、みたいなとこあるよ。うん、上に来たら大人しくない。ね、ずる。ずる。マジでずる。いい顔ばっかりな、あんたね。分かってるもんね。自分の可愛いところ分かってるもんね、あんたね。あざといもんね。散歩中もさ、人が通るたんびにさ、うん、自分は可愛いですよ、アピールをめちゃくちゃするじゃん。うん、かまってって言う。みんな可愛いって言ってくれるね、あんたね。来年は俺もそういう人間になろう。何言ってんのよ。こびてこ。あ、まあまあまあ、そういうのも大事。
世渡り上手って大事だと思う。大事。うん。うん、大事よね。大事よ。いや、めっちゃ大事よね。うん。まあ、好きか嫌いかとか言われたらちょっと微妙なとこだけど。うんうんうん。うん、俺は下手くそなんかな。嫌われてっかな、俺は。どうなの？嫌われてはないでしょ、別に。本当、大丈夫？うん。多分大丈夫だと思う。でも最近さ、なんか翔ちゃん自分で言ってたじゃん。なんか昔と違ってさ、言えるようになったみたいな。ああ、そう。そう。なんか、そうそうそう、怒ったりとかした時に。そう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 。ね。前は言えなかったけど。だし、なんか、言葉を覚えてきた気はする。前とかちょっと言葉とか思いつかなくって、ああ、なんて言っていいかね、うん。でもなんか正しく、ちゃんとした言葉というか、それにまとえてるような言葉を言えるようになってきたのかな、とかは思うね。うんうんうん。前と比べてね。うん、でも大事だと思うよ。うんうん、大事よね。なんかその、ちゃんと伝える。良くないことは良くないっていうさ。うん、まあまあまあ、まあ。この感じ。うん、ちょっと一瞬。ここにレバペがついてる。あ、頑張るな。うん。はーい。じゃあ、ベロチューしてやろうか。やめてください。もういい？もういいかな。そうね、もうた、しょうちゃんも食べな。もしあれだと次、俺が抱っこするよ。うん。あとでに？むっちゃん、あとでに？うん、がーん。ジョナさんの話する？ああ、してあげて。スクランブルエッグの話？スクランブルエッグ事件。うん。あ、まず最初言っとくのは、うんうんうん、これちょっとスクランブルエッグの話は、あの、インスタでもしたの。うんうん。で、この今 YouTube 見てる人たちが僕らのインスタをどんぐらい見てくれてるか分からないからあれなんだけど、うん、別にそれだけじゃないの。今日起こってんのは。ああ。プラスね。うん。まあ、とりあえず、うん、まずスクランブルエッグは、今日朝、まあ二人とも休みだったから、うん、あの、ご飯食べに行ったの、ジョナさんに。うん、で、まあ、いつも通りなんか何か何食べようかな、つってさ。うん。で、俺スクランブルエッグ頼んで、あんたなんだっけ？目玉焼き。目玉焼きの、なんかその、モーニング。モーニングセットね。食べに行って、うん、で、なんかまあ普通にさ、スクランブルエッグってさ、まあそんな難しくないと思ってるの。うん、そうよね。だって卵を、まあ火の強くやんないでもうぐじゃぐじゃにすればいいだけだからさ。うん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 。で、なんか、届きました。うん。そしたら、こんな感じのが来て、えって思って。え、これスクランブルエッグってなってるね。一瞬二人とも止まったよね。いや、じゃあ、まずスクランブルエッグ知ってるみたいな。なんかその、作ってるから、ほんと申し訳ないけど、別にいいのよ。わかんなかったらわかんないで仕方ないし、別にそれはいいんだけど、え知ってるみたいな気持ちになって。うんうん、ただね、まあ別に。うん、逆にさ、まあ、面白がってたよね、正直。面白かった。面白かったから。まあまあまあいいやって思ったんだって。びっくりしたけど、うんうん、一応さ、なんか俺らの、あれは合ってんのかなって思ったの。え、これスクランブルエッグじゃないって思ってるの、うん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 、で、まあインスタでさ、うん、なんかもうアンケート取って。これスクランブルエッグ合ってるかどうかって、ね。そう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 。っていうアンケートを取って、うん、ほら、94% の方が違う。あ、よかった。合ってた。よかったよね。そうだよね。違うよね。これは、あれ、なんかお好み焼きとかに入れる間の卵なのかなみたいな、なんか。なんか薄焼き卵みたいなね。うん。感じだったもんね。まあ一応これ、まあ、バーって食べたよ。うん。で、美味しいって食べてたもん、ね、美味しかったし。うん、別にまあ、まあまあまあ。卵だしね。うん。まあ同じ卵だし、別にいいかな、とも思ったんだけど。うん、まあそれはそれでいいの。うん、で、次。じゃあ、昼ご飯、食べ行こうっつって、うんうん、なんか近くの、あの、中華屋さんに行ったの。そう。で、なんか日替わりのやつで、なんか豚カツの白菜の辛口炒めみたいなのやって、ねうん、あ、カツか、うん。カツの炒めか。豚カツ、豚カツのって書いてあったもんね。そう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 。あ、いいな。って思って、うん、頼みました、僕が、うんうんうん。はい。で、また量は別のやつ。そう。で、来ました。うん。そしたら、これ。あの、カツじゃなくて、カツだよね。え？待ってる。待って、あれ？カツじゃなかったね。でもさ、まあ、俺がさ、うん、見間違えたかもしれないし、うんうん、いいや。まあまあまあ、カツ。あ、まあ、カツ。みたいな。まあ、まあ、食べたよ、うんうんうん。別に店員さんに何か言うわけでもないし、うん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 、まあまあまあ、いいや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 。って思って一応ね、あの、帰り際も、うん、また確認したのよ、その、うんうん、メニューをね、うん。そしたら、カツって書いてあってさ、
え？って思って。いや、でもほら、しょうがないよ。いや、なんかさ、しょうがない、ほい。だってほら、日本語がさ、まだ完璧じゃないのよ。カタカナとか難しいじゃん。分かってる分かってる。だから、それ、スクランブルエッグの時もそうだし、うん、その、初のやつもそうだし、別に店員さんには言ってないの。うんうんうん、別に。食べれないものじゃないし。まあ、美味しかったしね。でも、これで見てる人とかは、うん、じゃあいいじゃん、とか言う人も中にはいると思う。あ、まあまあ、いるいるいる。でもさ、よくよく考えてみて。あの、中尾とかに行ってさ、カツ丼を食べようとしてんの、うん、こっちは。カツ丼食べようとしてて、初のなんか、初丼が。初丼が出んのよ。びっくりしない。だって、お腹いっぱい食いたいって思ったら、ハツが出たんだよ。そうね。え？って思ってさ。いや、今日は翔ちゃんも、そういう日よ。なんか、朝とかは、うん、まあ、まあ、面白いわ。いいや、とか思ってたの。うん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 、まあ、気持ち的に良かったんだけど、うんうんうん、昼、それ、やられて、な、は、え？って思って、カツ、カツの下になってたし。うん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 。そうね。なんでそこ。テンション下がるね。で、まあ、週替わりだから、うん、まあ、もしかしたら誰も今日は頼まれなくて、俺が初めてさ、頼んだ人でさ、うん、まあ多分言われなかったんだろうなって。ああ。でも、されてなかった。でもさ、カツロースじゃん。うん。で、ハツなんてさ、まあレバー嫌いな人も結構いるじゃない。で、まあレバーの仲間みたいなもん、まあ、心臓でしょ、うん、あれ。うん、心臓。結構違うよね。違う。結構違うもので合ってるよね。うん。もういいよ。いや、そこまで。いや、だから、マジで、本当に。違うじゃん。違うでいいんだよね。違うでいい。いや、食べたよ。うん。美味しかったけどさ。うんうんうん。いや、贅沢な話です。確かにね。贅沢な話だし、うん、うん。美味しかったし、全部食べたし、店員さんに一切言わないし。うんうん。あれだけど、まあ違うよな。うんうん。と思って。でも、あれよ。そこのお店のメニューを、なんか、一通り見たんだけど、うん、もうかなりの確率で日本語間違ってた。日本語訳がね。いやー。でもまあ騙されたね。でも、違うじゃん、だって、うん。いや、勝つと思ってて、初が出てきた。違うよね。違うよね。全然違うよね。違う違う、うん。まあ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 。晩ご飯はそういうことないから、今日は。うんうん、実は、この生ハム、うん、生ハムじゃなくて、うん、鰹節でした、かもしれない。ないない、そんなことないだろ。あるわけないだろ、そんな。まだあんのよ。まだあんの。まだあんの？言っときゃもう今年最後だから、この動画。で、夕方になって僕は、うんうんうん、6年ぐらい通ってる脱毛に行ったの。うんうん、で、脱毛って、正直、終わりがなくって、うん、絶対生えてくるものだから、もう、頻度が少なくなったとしても、続けていかなきゃいけないものなのね。うん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 。うんうんうん、で、まあ、大体、髭剃っていく前提なのよ。うん、で、その髭の上から光を当てるものだから。うん、で、剃っていって、うん、で、それが、まあ、4年ぐらい剃っていってたんだけど、うん、で、ここ2年ぐらいで、うん、もう、あの、剃らないで来てくださいって言われた。うん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 。っていうのは、あんま反りすぎると、うん、深反りになっちゃうから、うん、光が当たりづらいのよ。毛根がもうちょこっと出てるぐらいで光を当てた方がもう毛がなくなるものなの。だから、はい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 、反らないで来てくださいって言われたの。で、今日行って、まあ、いつも通り反らないで行ったの、うん。で、今まで何も言われなかったの。うん、ね、反りますねって言って、そう。うんうんうん、で、毎回、まあ、担当者、まあ、別々になんだけど、大体ね。固定じゃなくて、うん。うん。で、今日は知らない方も新しい方か分かんないけど、まあ、どっかの店舗の方が来たのか分かんないけど、なんか、髭剃ってきてくれたらありがたいですとか言われたの。ええ、ちょっと待って。ちょっと待って。あれ？え？俺、2年間、剃ってきてないんだよな。うん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 。で、それでよく聞いたら、だから、その、毎日とか剃らないで深剃りになっちゃうから、もう、来る前に、剃ってきて、で、来てほしいって、なったんだって。でも俺2年間、別に、それを言われたことが、来てことなかったから。うん。あ、そうなんだ。そうそうそう。まあ、やります、あの、剃りますねってさ、うん、何やる前に言われて剃ってもらっててさ、うんうんうん。それが普通だと思ってたし、うん。で、そう言われて、え、でも、剃ってこないでくださいって言われたんですけど、って言ったら、まあ、直前に剃ってきてくださいみたいな話だったんですよ。え、2年間優しくされてたの俺。気に使われてたんじゃん。え？
気使われてた2年間、うん、いろんな人によ。こいつまた剃ってきてねえよ。え、嘘。え、俺が悪いかな。だって剃らないでくださいって言われたの。あ、でも言われたんだから、まあしょうがねえよ。うん、だからすいません。はい、これからは剃ってきますとか言ってさ。ああ、そうなんだ。いや、なん、なんか、俺なんなのマジ今日。いや、でもいいよ。いいのよ、きっと。もう今年のうちに、そういうもう悪いやつを全部出し切って、年、変わったら、もうリセット。もう今年の海は今年のうちにみたいなことよ。うんうん、で、ちょっと、まあ、それもちょっとイラって思ったけど、別になんか言うほどじゃないなって思ったから、うんうん、そんなん言ってないけど、うん、で、ちゃんと、これからもね、うん、続けていかなきゃいけないから、脱毛に関しては。だから、その、行った時に予約を、次の予約をしていくのよ。うん。うん、で、それで来年もよろしくお願いしますって、ちゃんと、その人を目を見て、うん。瞬きもせずに、よろしくお願いします。怖い。よろしくお願いします。怖い。来年もよろしくお願いします。って言った。怖い。いや、で、それでさ、不機嫌にさ、目も合わせないでっていうのは失礼じゃん。目は合わせる。でも目ちゃんと合わせる。顔面はまた違う気がするけど。お願いしますって言ってさ。ああ。一応。まあまあ、大人の対応、ね。まあ、大人の対応ですよ。そうね。なるほど。ね。うん、いや、今日はいろいろありましたな。ね。うん。明日きっといいことあるから。そうかな。うん。もう、あるよ。もう本当にマジでいろいろ。え、次またあそこのジャナさん行ったらまた頼む？スクランブルエッグ。え、でもさ、俺前頼んだことあると思うんだよね。そうだっけ？ないかな？あるような気もするけど、やっぱたまたまじゃん、その、今日を調理を担当してる人が、そうだけどさ、新人さんだったとか。そうだけどさ、作る側もいるしさ、運ぶ側もいるじゃん。でもさ、運んできたのがさ、なんか猫みたいなさ、ロボットだからさ、まあ、まあ、最近ね。うん。もし、うん、運んできた人側、うん、え、って、多分もしかしたら言いそうだったけど。確かにね。うん、まあ、猫だったし。まあ、その、えっとも言、多分言ったかな、言ったか言ってないか分かんないけど、まあ、でも、まあいいや。まあいいやって思って。まあ、そんなこともあった。ツイッターで調べたもんね。ジョナサン、スクランブル。見てたね。うん、すんごい美味しそうなスクランブルエッグが。上がってたよ。ホテル並みのって書いてる人もいたよ。だから、お店によって当たり外れがあるのかもしれないね。ちょっと、チェーン店でそれはちょっと困るけどね。これ食べた？これめっちゃうまいよ。食べたな。サーモンとホタテのやつ。ああ、いいね。ビール？ビール。手麦？うん。あ、下にある。下に。いやー、なんか今日お正月用でめっちゃ買い物したよね。そうだね。うん。カニ買った、カニ。カニ買った。楽しみ。今年安いもんね、カニ。ね。うん。でも安かったよね。安かった。うん。すんごいめちゃくちゃ入ってさ、あ、こんな安く買えるんだと思って。うん、多分、去年とか、一昨年とか、はい、今まで買ったことないから、ああ。多分見たとしても、多分それなりの結構いい値段だったんだよ。そっか。うん。でもすんごい高いやつとかだとさ、スーパーとかでもさ、万超えるじゃん。そうだよね。でも全然、数千円だと思うね。買っちゃったね。うん。何で食べるかね。わざわざ。鍋。カニしゃぶ？うーん、贅沢やば。いいね。うん、そうしようぜ。うん、楽しみ。うん、楽しみね、もちまるちゃん。うまー。まあそれにしても年末年始のさ、テレビ番組のさ、面白みのなさ。うん、毎年思う。ほんとに？なんかスペシャル番組ばっかりになるじゃん。うん、まあ物によってやっぱほら面白いやつはもちろんあるけど、まあ。あれよね。全体的にさ。うん。どう？ダメなの？長いしさ、4時間とか3時間とか4時間とかあるしさ。そうね。もうなんか、こないだもなんかそういう話したけどさ。うん。わかる。あとお正月のさ、あれ、あんま好きじゃないんだよね。お笑いばっかりになるの。寄せ、なんていうの？わかる。お正月って感じのさ、お笑い、初笑いがいいのとは思うんだけど。うん。もう、飽きる。なんか、もうまたこれ、また言ってるよとか思うけど、大して面白くないもんね。いや、ほんとに、なんか、そうなのよ。絶対さ、思ってる人いるもん。いや、なんか、もういいや。うん。そうそう。まあ、だからって別に笑わせられないよ。
俺らがね。それはもう、それは重々承知しておりますよ。そんな。申し訳ございませんでした。すいません。もう、好き勝手言ってます。好き勝手言って。うん。でも、なんだかんだな。うん。うちらは、正月休みもなく仕事ですから。うっし。今年一番の思い出は、はい、2023年。もうそれくらい言うとこ。え、言えない。ね、なんで言えない。え、なんで何じゃあ耳打ちでいい？ここじゃ言えないのよ。え、そうなの？いいよ。うん。ね、うんうんうん。まあ確かに確かに。確かに。うんうんうん。嬉しいよ俺は。さすがに言えないわ、それ。うん、そうね。うん。気まず。気まず、なんか。そうね。うんうん。俺にとって大きいことかな。うん、俺はなぁ、やっぱ久々、20年ぶりに沖縄旅行に行ったのよ、思い出かな。ああ、そうだね、うん。うん。確かに確かに。楽しかったぁ、ほんとに。うんうん。もう来年も絶対、どこかしら行く。うんうん。目標、あ、そう。目標の話したじゃん。いつこの間。どこで来年の、なんか適当にさ。したと思うな。翔ちゃんはさ、あの、英会話ね。もう、勝手に決めんなよ。やりたいんだよ。俺が翔ちゃんの来年の目標決めるっつって。やりたいなんか言ってないじゃん。でも喋れたらいいじゃん、別に。喋れたらいいとは思ってた。うん。前は英会話だった。うん。あー、あれはダンス。ダンススクール通えば。いいのいいのいいの、やめて、やめて。いいじゃん。やだやだやだ。踊りたいって言ってるから。いいのよ、好き勝手自分で踊ってんのがいいのよ。ああ、うん、そうね、うん。上手だもんね。え、もううるせえよ。なわけねえだろよ。こんな体型だよ。体型関係ないから。でも、そう。体型は関係ないのよ。たまにめちゃくちゃ、なんか別に、なんていうのかな。ふんわりした体型の方でさ。うんうんうん。めっちゃ上手い人いるよね。たまに見るよね。そうよ。あれいいね。うん。希望持てる。そうよ。悪口とは思わないでほしい。うん。あの、踊れるデブね。うんうんうん。すごいと思う。関係ないんだよね。尊敬する。ね、うん。関係ない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 。もう、気持ちよ。気持ち。そうだね。うん。まあ、多分軽い、体が軽い方が踊りやすいのはあるとは思う。まあまあまあ、ね、うん、あと筋力がある方がね。そうだね。うん。あと柔軟性とかね。ああ。体が柔らかいとかね。ああ。そういうのはね、大事だと思うけどさ。うんうん。なんかすんごい踊れる人もたくさんいるからさ。うんうん。なんかね、すごいと思う。なんかかまぼこみたいな、これ。あ、そうね。俺の目標は、もちまるちゃんを連れて旅行に行くことです。大変よ。大変。わかってるよ。いやでもね、うん、行ったとして、はい、ほぼ、うん、もうそこの宿泊施設で楽しむっていうのがいいなと思って。もう観光とかさ、あ、無理無理無理、ショッピングとかさ、そうなったらさ、うん、もうちょっともう、うん、大変だから、もうそれはもう別にいいのよ。で、でもうちらお土産とか買わないじゃん。うん、そうね。で、なんかそこの宿とかで、確かに。すっごいドッグランとかがあるようなところで、うんうん、もちまるを中心とした旅行。なんか、あれだもんね、別に予定詰め込むのが旅行でもないじゃない？うんうんうん。ゆっくりするのも旅行じゃない？うん、そうよ。確かに確かに、うん。いや、ちょっとこの間のさ、沖縄旅行のさ、反省点はさ、ちょっと詰め込みすぎたところもあるじゃん。まあまあまあ、若かったね。うん。やり方がね。そうそう。食べ過ぎ飲み過ぎもあったしさ。うんうん。まあまあまあ。あの、自分の体にのさ、キャパを超えてさ、飲みすぎてさ、確かに。3日目死ぬっていうさ、うんうん、で、帰ってきて2人とも激沈するっていうさ、うん、確かにな。あの、スケジュール詰め込みすぎたっていうのがさ、それもまあ、ありあり。うん。だからちょっとゆっくりのんびりするようなさ、うんうん、のもありじゃん。そうだね。あれはあれで楽しいけど、もちろん。うん、でも俺ゆっくりできるかな？できるよ。パソコンとか持ってっちゃうかも。ああ、いいよ。ありありあり。ああ、じゃあ OK。ゆっくりできない、俺。黄昏れるとかできない。ああ、なんか俺もう黄昏れたい。ほんとかよ。うん。なんかもう、うん、内風呂とかついてる、なんていうの？部屋に温泉があるとかいうところに来た。ああ、な、メガネみたい。メガネわかるね。わかるわかるわかる。あんなんできんの？黄昏。黄昏れる。
黄昏れよ。黄昏れです。できる、うん、でも絶対あの仕事の連絡で邪魔される。あ、そう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 、まあまあまあそうね、出なければ。そうね。でもほらちょっと俺ってさ、うん、責任感強いところあるじゃん。うんうんうん、うん、なんか最後面白いこと言って。あ